はい、皆さんどうも K です。今回はですね、台話がキープキャストかなに合わせて新しいリールを発表してきたということで見ていきたいんですが、いや、まさかこう来るかと。ですね、私、Exist 持っているんですけども、今回、この Exist、フィネスカスタムがなくなったのかな、ちょっと残しといてほしかったな、みたいなことを言ってたんですが、なんと、スーパーフィネスカスタムスーパーフィネスかっていうモデルが出るらしいのよ。ちょっと Exist のページは俺はあんまり好きじゃないんだけども、これなんでかっていうと、もう重たいし、もう長ったらしいし、どこに何があるかわからんっていうね、これをね、ちょっと見ていきたいなと思います。なんだこりゃと。このスプール幅見て。これ。やば。すごいな。これ何番まであるんだろうね。僕、例のごとく全く情報見てないので、早速見ていきたいなと思います。お願い。ページだけ重くならないで、これ。うわ、気合入ってる系のページや、これ。これはいかん。まあ、バス、トラウト、あとライトゲームもかな。ライトゲームもだね。うわー、スプールの幅が全然ない。要はちょっと蜜巻きっぽくなるのかな、これ。うお、すごいな。これ、めちゃめちゃかっこいいやん。マジでフィネス。これすごいね。500番スプールみたい。これまでのフィネスをはるかに超えた領域と、フィネスを超えるスーパーフィネスと。だから18 EXIST のフィネスカスタム、ノンノンノンだと。スーパーフィネスいっちゃうよ。ねえということですね。エアドライブデザイン、フルメタル、モノコック、で、マグシールドといったExistの基本性能を維持したままギリギリまで追い込んでチューニングしていると。いや、だから、もともとね、それがフィネスカスタムだったじゃないですか。今回どう変わったのと、まあ、ここ見たらわかるよね、これ。他は何が変わったんだろう。もしくは PE0.65 以下を、ラインを用いたバス、トラウト、ライトソルト。なるほどね。ちょっとこれ僕は、使い切れんかもね。こんな釣りする？まあ、ライトソルトはわかるよ。トラウトも僕ちょっとやったことないから、でもまあ細いラインを使ってるのそれはわかる。で、僕が一番身近なのはバスなんだけども、こんな 0.6 以下とかの、釣りはなかなかせんからね。だからエアリティが超えてきたけども、いやいやいやと。フィネスはこっちだよっつうことですよね。おぉ、かっこええな、やっぱExist。いろんなこの変更点書かれてますね。ボディですね、一番は。ボディをちっちゃくした。やっぱスプールよね。スプールがなんかちっちゃくなってる、ここ。で、メインシャフトも当然変わってると。そらそうよね。で、4番。ラインローラーのマグシールドが減ってると。マグシールドやっぱ減ってるんや。で、マックスドラグ値を変えてると。限界に挑戦した軽量化。こういうのをさ、やってくるっていうのがまたこれ、台話のいいとこですよね。なかなかないもんね、島野でそういうのも。振り切って生まれたスプールのショート化。なるほどね。あえて防水性、耐久性の一部は犠牲にしたと。攻めてる。汎用性を捨て去ってでもその一点に磨きをかけるんだと。ちょっとなんか、うっとくるものがありますよね。でもさ、これ、こんなにすごい EXIST が出るならさ、もともとこのクラスの釣りをさ、22 EXIST でやってる人はちょっと複雑よね。うわー、こっちが良かったーみたいな、なってる人いると思うわ。いや、これはきつい。ターゲットゾーンを明確に定めていると。ラインクラスで言えばフロロナイロンなら4ポンド以下。PE なら 0.65 以下。いや、ちょっと、僕は無理かも。これは、レーシングすぎる。例を挙げれば、軽量なリグを用いたバスフィッシング。まあそうですね。これが、そんなやらないからね。ボートとかならね、まだあるかもしれないけど。で、エリアトラウト。で、軽量のネイティブトラウト。まあこれはありかな、ネイティブトラウト。ちょっと導入するなら、こっちになるかな。でもまだトラウト手つけてないからね。ちょっと沼っぽくて。で、ライトソルトと。で、ライトソルトは今んとこ僕ベイトでやっちゃってるからな。制限以上のラインの使用が想定されるパワーフィネスとか、激しいしゃくりで過度に負荷のかかるエギングのような釣りでは、使用は推奨していないと。なるほどね。あくまでナンバープレートのないレーシングスペック。すべての道を快適に走るのではなく、決められたコースを最速で駆け抜けるための特別仕様だと。なんか台は車好きよね。さっきもなんかアルファスの説明見てたらなんかタイヤがどうのこうの、道がどうのこうのみたいなあったけども。うわぁ、マグシールドやっぱないんや。はあ、まあ、メインギアもちっちゃくなってんのかな、これね。スプールのショート化。まあそれは軽量化になるわな。で、コンパクト化。ドラグの放出性能もアップ。まあ要はこのラインがバラ出ていくときにバラつきがないってことですよね。このショートであることによって。これ三つ巻きでドラグ性能がアップするって言ってた話とすごく似てるね、これはね。でもね、これ多分そんなに感じないんじゃないかな。あ、でもそうか。いや、K ちょっと待てと。俺の使ってるラインは2ポンド3ポンドなんだと。ドラグ性能、ほんまにもうミリ単位でも高い方がいいんだと。ブレがない方が。そういう人はわかるかもね。うん。メインシャフトもちっちゃくなってると。ピニオン後端のボールベアリングも省略している。で、マグシールドの削減と。で、ドラグ3キロ。ドラグ性能約 20% アップ。まあ、これですよね。要はこの角度の問題。へえ、ちゃんとデータで出してるんや。すごいな。いや、けどこれは、細ラインでやってる人しかわからんかもな。うん。なるほどね。ステラがロングストロークスプールなのに対しても逆攻めてきたと。まあギアもちっちゃくなってるんでしょうね。まあ一晩でちっちゃいやつが入ってるのかな。好感度ももう全然違うと。まあスティーズリアルコントロールにつけるわな。エリアのリールはただ滑らかに軽く巻けるではダメなんですと。Exist の LT2000SP よりも 20g 軽いんや。やべえな、これ何 g なんやろ。はぁ。まあこんなリール買うんだったらもうとにかくフラッグシップの激軽のロットに合わせないと意味ないよね、もはや。まあ当然エアドライブデザインやなんやらは入ってますよと。あー、なるほどな。うわ、ちょっと色違うんかな、これどうなんやろ。あ、一緒か。とガンメタっぽい感じなのかなと思ったけど、ちょっとちゃう。どうだろうな。一緒か、色は。あ、2500もあるんや。でも06以下はな。発売は6月。ちょっとこれは考えよう。使い切れない可能性が高い。やばかる。2500で 140g。やばいな、これ。むちゃくちゃ軽いやん。もうだってこのスプールの糸巻き基準ね、書いてるラインが細いもんね。0.45 とか書いてるもん。すごいな。ハンドルも短え。45。いいね。相当巻き感度も高いやろうな。ただ、僕は使い切れない可能性があるので、ちょっとこれ熟考したいなと思います。はい。ちょっと買わない方が多いかな。僕のスタイルではないな、うん、はい。ということで、今回ね、キープキャストに合わせて、ダイワがガチーンと出してきた EXIST、SSA やね、それも合わせて見てみました。またね、動画出すかもしれないんで、その時はお楽しみに。